一分でわかるベイスターズ関根大輝選手、今シーズン10年目にして初の規定打席に到達した苦労人の関根選手ですが、先日行われた契約更改では2600万円増の6100万円にて合意しました。2度目の開幕スタメンを掴んだ関根選手ですが、開幕戦は無安打。しかし4試合目で代打で初ヒットを放つと、その後は下位打を連発。前半戦は好調のまま3割をキープし、初のオールスターにも選出されました。しかし初のレギュラーとしての出場で徐々に疲れが見え始め、打率は急降下。さらには守備で関根選手らしくないボンミスもあり、控えに回る時期もありました。最終的に打率2割6分1厘、4本塁打、31打点を記録。中畑元監督から走攻守揃っていることから、イチロー選手を超える選手になることも期待されていて、今シーズンチームで唯一の2桁盗塁、さらに左投手にも強い関根選手、来年はオースティン選手の復帰やドラ1の渡辺選手の加入など、まだまだレギュラー争いが強いられますが、チームのリーグ制覇に欠かせない選手であることは間違いなく、チームの勝利へ貢献する活躍が期待されます。